い、どうもこんにちは、てつやでーす。ですね、今日は素敵な美女が来ています。はい、最近ね、YouTube を始められた、はい、はい、そうなんです、りなりさんです。はい、りなりと申します。本日はよろしくお願いします。なんか普段どういった動画とかを上げられてるんですか？私、普段すっごい食べ物が大好きなんで、はい、なんかまあ、OL の日常の一環として食べる動画をたくさん上げています。はい、素敵。結構仕事の後とかに、あ、これ食べたいなって思ったものを結構買って撮ったりしてるんで、生活垣間見れるようになると思うと思います。おー、いいっすね。はい、よかったらね、ぜひチャンネル登録と高評価ね。ありがとうございます。先に言っときますね。ありがとうございます。隙間からした方がいいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。足がすみません、冷たくてすみません。いや、全然。あったかい。哲也さんの汗なんて、手があったかくて気持ちいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、あ、すごい気持ちいい。まあ、ツボがいっぱいあるんですね。そうですね、まあ、おお、ないですね。気にしながらでもやりますからね。はい、なんかやっぱ足が痛かったらツボというかどっか悪いっていう感じなんですか？まあまあ、そこがだから、まあ、疲れてるっていう、はいはいはい、まあ、いろんな、まあ、考え方あるんですけど、ツボとか反射区とか、はい、ね、筋肉とか、それ経絡とかいろいろあるんですけどね。へえ、そこが痛いからって、はい、なんか病気とかそういうんじゃないんで、あ、ないんです。そのなんか悪いところのツボを押すのがいいですね。まあ、だからその効果がまあ一応あるという、そうなんですね。気持ちいい。よかった。結構哲也さん、マッサージ始めてどれぐらいになるんですか？去年真面目にやって5、6年ぐらいですかね。あ、へー、 それまではだからずっとダンスばっかりやってたんで。ダンスでもうお仕事がダンスだったんですか？そう、ダンスずっとやってた。へえー、すごい。ただもうダンスしかやってなかった。そうなんですね。じゃあダンスでこうショーっていうか、まあそれもやってましたし、あの教えようだから1日2本3本でやってて、1週間それで回ってたとか。教えてあげる。そう、そうなんです。今結構あれですね、足の甲も結構気持ちいいですね。そうそう、甲もね、あの結構、はい、あのこういうところが、へえ、ツボっていうかあるんですよ。筋膜が、手で言うとだからこういう水かけの部分です。水かけの部分がここにもだからツボが。本当だ。なんか普段結構足裏とかってめっちゃね、ツボみたいなありますイメージあるんですけど、甲もすごい気持ちいいですね。甲もね、しっかりこうやってやってあげるといいんですよ。特にこの辺ね。筋肉の塊が本当だ。これだけの時間で、この時間しっかりと。へえ。あ、これもいいですね。あとこのくるぶしの周りもしっかり。あ、くるぶし。くるぶしとかも結構凝るんですね。そうです。あとこの辺とか腰痛に関係あるとか。すごいですね。なんか。ここすごい。あるんですよ。痛い、気持ちいいです、やっぱり。あるんですよ。結構足ある方とかって、はい、私ぐらいの方とか、まあ、世代の方って多いんですか？いや、もうむしろその辺がもうターゲットで。あ、へえ。やっぱり皆さん同じ悩みですよね。はい、あのやっぱ足が仕事でむくむとか、冷える、ね、デスクワークで冷えるとか、はいはいはい、むくむとか、座ってるとやっぱりね、むくむじゃないですか。はいはい。ね、夜になるとなんか本当に足太くなったなみたいな感じが全然あります。だからあの靴が、はい、ちょっときつくなるみたいな。 あります、ね、ありますよね。おー、そうですね。そうこの辺ってあのまあ頭関係ですね、腹部とかなんかそういう、へー、いろいろあるんです。まあ諸説ありますけど、へー、まあ詳しくは Google で Google で指も結構あれですね。なんか
か神経通ってるのが痛い感じしますね。そうですね、はい、押されてる感じというか、これ末梢神経にちゃんと刺激を与えると、だから脳にもいいんですよ。へえ。こうやって指先こうやってつつくだけでも脳にすごく今刺激がいくんですよ。普段だから刺激のないとこなんで、こういうところ。確かに確かに。だからあのちょっとあのなんていうんですかね、あの麻痺がある人とか、はいはい、こうやってやって脳にこう神経を、はいはい、刺激を与えると回復するっていうデータっていうか、そういうあの話もやっぱあるんで、なんかこう毛防止にもいい。指先にほら刺激があると、確かに手とか安心。だからこう料理とかをずっとするって人とかいますもんね。そうそうそうなんです。おばあさんとかなって。そうそうそうなんです、ね。だからこういうところに刺激が常にある人は、そうなんです、ボケやす、ボケにくいんですよ。ボケやすいとか言ってない。ボケにくいです。哲也さん、逆にマッサージされることとかも結構あるんですか？最近ね、あの受けてないんですよ。あ、そうなんです。そうなんですよ、まあ、たまにあのうちの店も、はい、あのやってあるんで、あの父親にたまにやってもらうんですけど、へ、やっぱりね、よそ様のところになかなかね、最近行くことがなくなっちゃったんで。あ、そうなんですね。そうそう、昔はよく行かれてたんですか？そうですね、あの行きつけ の, あの、ね、お店があったんですけど、そこの先生が今産休で。あ、へえ。産休です、はい、産休です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 、なんでまたその先生がまた来ていいよってなったら、はい、もう行こうかなって。それは結構あるね、こういうやり方があるのかと勉強しに行く感じなんですか？それとも本当に、いや、もうガチで、ガチで、ガチで、あの助けてくださいって結構あるもんね。栗岡先生とも何回か撮影されたことあるんですよね。いや、あの一回きりで、あの大阪の時は。へー。でもその時に日本お互い撮影し合って、だからお互いなんか一本二本ずつなんか撮ったような感じで、はい。いいですよ、ね。いや、とてもいい思い出ですよ、本当に。なんかいきなりこうやっぱり会ったことないのに、はい、お互い顔知ってるな。あ, あ、お互いお互いの動画を見て。そう見て。すごい、あの本当不思議ですよ、不思議な感覚ですよ、本当。私もでも今哲也さんにやっていただいてるのがすごい不思議な感覚です。動画見てたんで。そうですよね、はい、お互いそうですよね。なんか YouTube って本当にこれあの思いますね。そう、不思議なんですよ。あの会ったことないのにもうすでにその人の顔形声も知ってる。そうですよね。だから初めて会ったような気がしないし、ないですね。そうなんです。そう、結構やっぱ YouTube、なんか私もまだ始めて間もないんですけど、やってよかったなって思うの、やっぱりこういう風に普段に、どうしても仕事だと、私今 IT 系の会社で働いてて、そういうつながりとか、お客さんとかつながってくるんですけど、こういう風なも異業種で自分で発信されてる方たちって結構面白い方がたくさんいらっしゃるので、あ、はいはい、哲也さんとかとお会いできるのはすごいありがたいなって思って、 YouTube やっててよかったなって。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やっぱりね、なんかこう自分、自己発信されてる方ってやっぱ自分のなんかこう芯を持ってるんで、うん、やっぱそれがね、非常にあの肌から見てすごく、ね、面白く楽しかったり、ね、刺激を受けたりするんで、はい、自分もね、やっぱりいろんな人に会って自分にないね、輝きを持ってる人になるって本当になんかすごく刺激になりますね。勉強になりますね。勉強になりますね。そうですね、その信念を持ってるっていうのはまさにそうだなと思いますね。なんかこう周りに流されないっていうか。あ、ですよね。ね、とはいえ結構 YouTube とかもやっぱりこうどういう、まあ、顔とかも全部出してやってるじゃないですか。なんでそれもありながら、やっぱりそれでもやっぱ発信したいものがあるとか、そうですね、楽しくてやってるっていうのはやっぱり信念ですよね。そうですね。まあそのやった先になんかなりたい自分があったりとか、うんうん、伝えたいものがね、強かったりとかね、やっぱすると。そういう感じになりますよね。読んでも。どんだけや。普段カメラ何個回されてるんですか、普段って。2から3ですね。あ、でも2から3なんですね。はい、やっぱプロですね、皆さん。いやいやいや。やっぱり欲が出てくるんですよ。
同時期にあの手元と表情を映したじゃないですか。そうですよね。そのか学びました。今日もすごい学びました。ね、そうなんです。どういうふうにああいうのってなんかこうよくテレビとかでも食べてるのとかも、こう食べてる手のところも撮ってるけど、その後すぐにこっちからも映ってるみたいな。はいはいはい、どうやってのと思ったの。ね、あの写りと表情で、ね。そうですよね。1カメさん2カメさんみたいな感じです。そう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 。徐々にカメラの数も増やしていかれたんですか、買って。そうですね、最初はあのその一眼レフオンリーだったんですけど、あ、へー、それからこれが増えて、で、まあ、スマホを足したりとか状況に応じて。そうなんですね。でそのスマホが今度ライブ放送だったりとか、あ、だからリアルタイムに、はいはいはい、へー、そのやり取りを撮るっていう。なるほどな。だから編集じゃ、編集した動画じゃ見れない側面も見れるという。そうですよね、やっぱり編集したらどうしてもカットされるとか困りますよね。そう、そうです。ライブ配信とか結構見に来られる方も結構多いですか。そうですね、あの YouTube の方はやっぱりそれなりに、あ、そうですよね、来ますね。最近あの17ライブっていうのを始めて、そっちはまだ全然今月始めたばっかなんで。あ、そうなんですね。本当にまだ 2,3 人ぐらいなんですけど、はいはい、新規顧客開拓という意味で、はいはい、新しいアプリとかそういうのを手出して、はい、そうですね。さっきもなんか栗岡先生そういう話をしてて、次何がいいのかなって、なんかそのライブ配信のなんかそういう、はい、まあ、いい部分とか、はいはい、そのライブのそのシステムだとか、はい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 、YouTube との違いとか、そういう話を、そういう情報効果って大事だな。確かにそうですよね。まあ、分かんないじゃないですか、新しいものって。分かんないですよね。まあ、自分も分かんないでね、やっぱり人に聞いたりとか、はい、はいはいはい、しますもんね。つながらずすごい CM やってますもんね。やってますね、最近。ね、本当にすごいと思います。すごい気持ちいいですね。そうですね、あの折って、はい、かかとのこの上って結構ツボが多いんですよ。今、まあ、くるぶしの、こういうちっちゃなあの剣がいっぱいくるぶしから出てたりとか、はいはいはい、するので、だから腰回り系は全部かかとです。へえ、そこがもし高かったら腰の、だからその関係があるっていう。経絡もね、そこね、かかと通ってますからね。すごい気持ちいい。ちょうどこういうツボがスポンってはまってる。本当だ。あと、さっき言ってたツボ、腰に関係ある、さらにもう一個の剣、これかな。あ、へぇ、なんかいろいろね、あの、教えてもらったんですよ。へぇ、仙台の、あ、仙台のすごい人とか。そんな方がいらっしゃるんですか。なんかいろいろとみんな、あの、会うと教えてくれるんで。へぇ、なんか、まあ、ちゃんとお土産持ってきますけど。あ、結構マッサージ仲間みたいな。はい、そうですね。多いですね。そうですね。今度栗岡先生にもなんかのナボナのお菓子持って今度行こうかな。あなんでナボナ求められてないけどナボナなんでしょうね。そうですね。そう、やっぱこういうね、あの骨の際と筋肉の際って、はい、ほぼツボなんですよ。へえ。なんでね、こういうところね、あの、もう別にあの知識とかなくても、そういうの分かってれば、はい、自然にほら気持ちいいところって分かるじゃないですか、なんか。はいはいはい。そうそう、なんか触るとね、はまるところがあるんで、そこをこう優しく丁寧にやってあげると、はい、いいんですよね。あ、筋肉と、骨。筋肉とか骨のなんか間とか隙間とか。へえ。あとあの、まあ、くっついてるところ。あ、まあ、こんなこと言うと怒られちゃうんですけど、そんなにね、名前とかね、覚えなくても、はい、その場所さえ覚えてればいいと思うんですよ。なんか人に教える立場の人だったらね、なんか、なんとかっていうツボね、あのちゃんと覚えてた方がいいんですけど、はいはい、そうそう、お客さんにツボの名前言ってもほら分かんない。あ、そうですよね。筋肉の。ただなんか教える時にね、ちょっとやっぱそういうの知ってた方のが かっちょい。そうですよね。かっちょいし、やっぱ信頼もねありますからね、ちゃんと分かっててやってるんだ、はいはいはい、この人。なるほど。達也さん、なんでこうフリーマッサージ始めようと思ったんですか。まあ、やっぱりあの自分の
その、まあ、売名行為っていうのがまず第一番に絶対上がるわけじゃないですか。はいはい。あとその自分の営業力を高めたい。あ、そう出てやっぱ自分の名前を知ってもらうためにはやっぱ営業力が必要じゃないですか。はいはい。だからそこをやっぱりこう自分の体一つで出てって、はい、学ぶわけですよ、やっぱ肌で。あ、なるほど。あと自分のその技術 の、はい、あの向上のため、とあとそのいろんな人にこう体触ってやっぱり経験を積むということ。ああ、確かに体同じなんか身長体重の人でも全然違いますもんね。そうだ、そうなんですよ。だからお店に来ない渋谷の、ね、はい、若い人たちのやっぱりこう体を触って、うん、なんかいろいろと自分の見解を深めながら、はいはい、あと YouTube やってるよって言うとやっぱり全然違うじゃないですか、当たりが。確かに。そうですね、当たりが違うんで。私も結構本当きっかけをなんか近いなと思って、私なんかその今自分で会社員なんで、はい、こう名前を売ってそれがそうすぐにこう何かに紐づくかっていうと、今の仕事で見るとそこまでそうじゃないんですけど、ね、こう 何ですかね、何やってるんですかで YouTube もやってるんだよねっていうだけでやっぱりみんなの周りの面白い人だなとか、うん、そうですね、何やってるんだろうって思ってもらえる確率もすごい高くなるなと思って、ね、で結構やっぱ YouTube って面白いなと思いますね。ですよね、はい。で、あの無料でマッサージ肩もみするじゃないですか、うん、はいはい。無料でなんか肩こりが少し楽になるなんてすごく幸せじゃないですか。そうですね。その時に、まあ、よければチャンネル登録してねって、チャンネル登録増えれば、はい、俺の幸せなんで。あ誰も損してないんですよ。三方よしっていう。そう、三方よしです。そうなんですよ。へ、ね、そうなんですよ。で最後ね、ちょっとこうやってバッてやります。へえ、すごい。軽くなった感じ、すっごいあります。本当ですか、はい。ちょっとね、本当はね、もっとね、あのがっつりできるんですけど、あの、ね、こんな感じで。いや、すごい。はい、あ、気持ちいい。はい、じゃあこう。柔らかくなりました。こんな感じで。はい、ありがとうございます。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうですかね、足の裏。結構足の裏を中心で止まることが今まであんまなかったんですけど、マッサージ大好きなんですけど、でも今日こうクリームでこうなんか流す感じだったんで。そうですね、はい、まあ、リンパを流すっていう感じ。そうですよね、はい。だからなんかすごい今の時点でなんか足もすっごい軽くなった感じがして、でも今日帰る段階から結構もうルンルンで帰れそうな感じです。あ、本当ですか。もうスキップしちゃいますかね。スキップできちゃいそうな。それぐらい気持ちよかったですね。まあ、普段ね、あの肩もみばっかりやってる動画上げてるんで、あの肩もみだけの人かなっていう、まあ、あるんですけども、一応全身もできますし、その足の裏もね、あの、まあ、やっぱりやらないとね、はい、やっぱりあの皆さんは分かんないんでね。そうですよね、はい。まあ、こんなところも実はできちゃうんだぞっていうのが気になった方がいっぱいいらっしゃると思うので。そうです、あとですね、あのりなりさんのチャンネルのね、チャンネル登録と高評価、あの下の概要欄にねありますので、そちらからよろしくお願いします。ありがとうございます。それではまたぜひよかったら、あの渋谷の駅前とかでも来てください。あ、ぜひちょっと寄らせていただきます、はい。お店も待ってますね。あ、ありがとうございます。いいですよね。はい、待ちに行きます。はい、お待ちしております。はい、それでは皆さん、またまたねー。